前回のあらすじ。っていうか、ちょ待って、なんか家ドライブとかいうことやってるこの3人組、これ板橋ハウスじゃん。熱っ、板橋ハウスやん。家ドライブとか言って、なんか家でドライブで撮ってきた映像見て、あ、ドライブみたいな感じ出してんや。バレーやんこれ。俺もやろうかな。ミュウとやろうかな。ミュウ、ミュウこれやらん。ミュウ、ミュウ何したよミュウ。知らんわそんなん。今どうでもええから、撮ってんねん前回のあらすじ。ミュウ、みちょどうでもいい、サンダル濡れてるとか知らんねん。雨の日置いとったからやろ外に。ええからもう、やる？やらん？やらんでええか。俺らやらんわ。俺らやりません。すいません。でもこれおもろいんで見てください。どうぞ。そうね。だから下道からどうやってサービスエリアに入るかってこと今。可能なのそんなことが。あ、え？あの高速入りそうじゃない？やっぱ高速入る道がね、ないのよ。探してるんや今、で左にね、あの従業員入り口だけあるんだけど、あーこっから入られる。こんな感じなんだサービスエリアの下って。そう、確かに、でこれがサービスエリアの下です。上行きて、この上にそのまあみんなはねないって笑うけどサービスエリアがあるとされてる。そらしまじゃねえんだよ。あ、行かれへんわ。あー行け、ほら向こうですよって。うわ、行けそうだったのに無理です。あー、めっちゃ住宅街。はい、一回サービスエリアちょっと止めるわ。一回車止めるわ。何何？サービスエリア今ね、どう考え、どうやって頑張っても上がれなかったんで、一回コンビニ寄るか。コンビニ寄ってなんか買ってさ、したいでしょ。まあね、どういう意味、分からんけど。オッケー、どういうこと？今からどういうこと？今からどういうこと？違う、分かってる。なんだけど、違う、どういう意味。今から普通にコンビニ行くって。コンビニ行こうか。無理なんや、ドライブ関係ないやん。意味わからんよ。今俺コンビニ止めたから。違う。どこがやねん。どこがやねん。止まっててくるやん、ここの中で。俺ね、コンビニ寄って、コンビニ行こうかってやったらまだわかるけど。わかるけど。まだその辺の動画、キーパーで止めて。こっからとちょっと歩いたら行けるから。ないやんね。そんなんないわ、ドライブ。そうだ、駐車場がないのよ、コンビニに。から、ここちょうど止めれるから、一回ここに車止めて、そこ見に行こう。まだコンビニ行くやん。それは。何やね。サービスエリアに、の下に着いたから、サービスエリアっぽいもの買ってくるか。サービスエリアっぽいものサービスエリアにはもうつかんの、これは。俺は無理だった。あの頃の俺は無理だった。サービスエリアの下に着いたから、歩いて、登ったってことにする？登ったってことにする。ありえるか、そんなこと。従業員呼び入り口から、こう、なんでですかって言われて、コンビニ行きなさいよって。で、サービスエリア入って。飛び込んでんや、しかも。今からコンビニ行ってサービスエリアっぽいの買いましょう。長なるぞ、今日は。長そう。何？よろしくー。おねえやん。ということでサービスエリアに着きました。どうでした、あのサービスエリア、ま、みんなでね回ってその散らばってね。サービスエリアに今行ってきたんか俺は。そうでももう今までで一番ワクワクするもんかも俺。じゃあ誰から行く、ファーストサービスエリア。じゃあ俺から行こうか。いいやし、ああ頼むわ。これサービスエリアでうどんをね。あうどんね。どん兵衛だ。ああそういうね。ああコロッケ、コロッケうどん。コロッケあったんや、こんなん。そう、なんかね、コンビニの人も多分、あ、こいつサービスエリア。そうね。サービスエリアだってなって、その、これにしてくれた。見たことない、これでもらうやつ。そう。あとホットドッグね。ホットドッグね。ホットドッグ、まあまあ、確かに。ホットドッグ。買うわ。あと、普通に、あの、車のこれなくなってたから。あ、ウェットティッシュ。車のこれ車のウェットティッシュなくなってたから。これ終わったらどうすんの、君それ。お茶ね。あ、お茶ね。忍者飯ね。忍者飯、忍者飯ドライブで買う。忍者飯、忍者飯大人が買う。あとドデカミン。ドデカミンね、ジョジョにハマってるだけやろお前。これはね、あの俺がジョジョにハマってるだけ。おお、声でか、声でか、繰り返したんじゃなくて声でかが以上です。
じゃあ次行こうか。行く？まあ行くわ別に。まあ竹内が多分めちゃくちゃ自信あって、あ一番強いから竹内後の方がいい。あ、その方がいいかも。じゃあありがとうな、ごめん。何も言わなきゃよかった。モンスター。モンスター。ラブセリアで？うん。まあ、まあ、ドライブで飲みたい。あ、まあドライブのね要素ね。でもあったかいゴーティー。はいはいはい。ゴーティーね。ドライブの、ね、ドライブの時飲みたいから。要素ね。そうかしら。うん、ちょっとその夜景見る可能性あるし、ね。ああ。自販機で買うやろそれは。確かに。一本。やった。なんでこれがどうなる？自信あるわけやで。これがどうなる？メロンパン。うわあ。あのこれはお店のメロンパンね。ほんまチョコチップメロンパンが良かったんや。確かに。メロンパンです。これモーテやったわ。ほんで、肉まん。肉まんね。はいはいはい。うん、まああるね、サービスエリア。まああるある。いい肉まんね。でっかいやつ。うん、そう。あとはまあ、ちょっとコンビニっぽいか。やめとく。やめとこいっていい？いいよ。いいやめ、それ気にすんなよ。すんなよ。コンビニっぽくても怒らんって別に。サービスエリア。グミ。ああ。ああまあでも、うん、ああまあいけるか。あれそうね、サービスエリアにあるコンビニで買うわ。ああ、うん、それありか。ああ、うん、それやん俺。いやいやいや、それやわ。情報よだいぶ。これサービスエリアか。サービスエリアで俺、まあ、見たことないぞ。まあまあいいって怒らんって。ああ、いける。怒らん、ハードル下げんなよ。さ別にいいよ。避けるチーズない。これはないわ、はい、これは終わり。これはないです。マッシュ2種類なんで自信ありやん。まあぐらいかな。なんかあるよ。よくない。じゃこれは別に普通にいるもん買っただけ。あ、何がいるんだよ。じゃあ歯磨き粉。おい講師近藤やかな。じゃあ行きますか。すごい量。めっちゃ凍ってるやん。すごいから竹内は。うわ、最悪か。手で買おうな。手で出ちゃうな。んで煽られたら。はい、アメリカンドッグとビッグフラワー。あー、え、全部これ。もうこれ、そう。あ、なんか言ってたもん、店員さん。あ、サービスエリアですね、サービスエリア。いい聞くな。ウーライウだから。セブンイレブン完全に。サービスエリアの人たち来てるから。サービスエリアの人たち来てる。急いで出してた。紐がってたやろ、新人が。やわらかいことしてたね。かぶることある。申し訳ない。これそうやから。まさかの。竹内ちゃん、俺のためを持って買ってくれたよ。車の。そうそうそう。吉野の車ちょっと汚れてんなとか。あ、でもこれはあの普通に、あの、食べる前に。ね、あ、そうそう。手洗えないじゃん。関係なくね。車の中だと。うん。これも絶対あった方がいい。まあ、サービスエリア、手洗えるけどな。ん、まあ、これサービスエリア。車食べてるから。ん。サービスエリア食べるんだったらこれもないわ。じゃあ確かに。車の中で食うんだもん。あ、そうっすね。なんかルール分かりづらいよな、こいつな。そうだよ。よかったー。悪いなよ、お前。ソフトクリーム。ソフトクリームサービスエリアっぽいわ。これサービスエリアっぽいでしょ。そう、300円くらいするやつな。そうそうそう。巨峰味とかあるやつやろ。そう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 。紫芋とかね。サービスエリアを熟知してるな。これはあったなぁ。はい。あ、コンビニで買えてる。ドライブの時のね。ガチ全員グミ買っちゃってる。なんかわかんないけど、あの、修学旅行と混ざってるかも、俺。なんでなんでドライブのね。バスとかで。そうそう、車の中のイメージじゃなくて。そうそうそう。で、はい、サービスエリア。味噌ラーメン。いいね、あ、味噌ラーメンか。醤油がね、本当あったらよかったんだけど。まあまあまあ、確かに。うどんと同じシステムね。そう。あー、それ系な。PPP のやつ、待ちね、俺は。あー。で、これね、はい。ミンミンだ。運転するやつだね。ありがたい、ありがたいですね。買っといてあげたんや、後ろに。で、あとこれは普通に飲みたい、黒ウロちゃん。おい、甲子近藤。甲子近藤。サービスエリアで飲みますんで。ボケで飲みますんで。なあ、ボケ。はい。おもろい。よかった。わかりづらいで、お前のボケ。健康警察。健康警察。健康警察呼ばなきゃ。健康警察呼ばなきゃ。なんて何言ってんの、お前。くそ。ダメだ、この世界にはまだ健康警察がない。時系列違うよ。スターウォーズみたいな。感じないや。まだこの世界には健康警察がないんだった。何言ってんだ、お前。先から来てたのに。健康な方がいいに決まってんだ。くそ、まだこの世界は健康な方がいい世界だよ。こんなあったのに。未来の話。健康警察。大事におかしいと思ったんだよ。そんなにないと思ったんだよ。血のクリスマスっていうのが起きてから、健康が悪とされるようになるから。そうなんや。そうなのよ。うわ、これいいね。うわ、いいな。ワクワクするよな。じゃあ調理するか。調理落とす。なんかそう、こんなコンビニっぽいもの買ってるけど、うん、そう、後でコンビニも寄るから、車でさ、帰りとかに寄る。コンビニ寄るから全然いいよ、その買わなくて。コンビニその本当のドライブだった時の場合の話ですよね。
エジュンだからドライブだから後でコンビニ寄るから全然いいよ。あるかもなもしかしたらいいよこんなん。もしかしたらこんなグミとかなんかこうチーズとか買っておる、全然大人2人が抵抗したらいけるから負けないわけないから。全然後でコンビニ寄るから。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあということで、じゃあ、一回あのピーピー待ちしますか。ああ、あの札持って、ああ、ピーでこう出来上がる待ちますか。はいはいはい。ピピ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 完成。ああ、イエーイ。じゃあ食べちゃいますか。よかったマジや。うわ、紙コップ買ってきたから最強やった。うわ、最強やった。ほんまや。うわ、1位になれた。くそ。これ欲しかったな。まだ後でコンビニ行くからな。出て洗脳済みかい。サービスエリアあるある。急にパワーのやつ始まるじゃん。うわパチパチ、これパチ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 って何やねパチパチって何なんだよじゃあ誰も知らない最初めっちゃワクワクして何食べようかなみたいな感じでフードコートとかのやつとか回ったりするけど、うん、結局あのサービスエリアのフードコート内にある松屋みたいなとこ行っちゃう。あるある言ってる。あるあるか。トイレ行った時すごいめちゃくちゃ小便器並んで混雑しないようにしてるのあるけど、その混んでる時見たことない確かに確かに確かに。あのどの層ってその全盛期があったのかなサービスエリア全盛期があったとしか思えないぐらいその許容がすごいよね。40個ぐらい並んでもお疲れ様でした。お疲れ様でした。ごちそうさま。これドライブ中に食べるわ。あー、オッケー。うん。さあ、さあ。どういう状態だった？今の状態は。今どういう状態だった？どすこい。おいらも若い頃はドライブなんてよくしたもんでごわすね。ドライブといえばおいらは助手席に座りたいのでごわすが、友達からお前は後部座席に行けと言われるでごわす。助手席にオイラがいると資格が増えるらしいでごわすね。失礼なやつらでごわす。ドライブなんか行った時には夜景をよく見たもんでごわすが、おいどんは山のてっぺんについても車から降りないでごわすね。車に残った残ったなんて言いながらもドライブはおいらも好きでごわすね。好きは好きでごわすが、結構車酔いをしてしまうたちで気分が悪くなってしまうでごわすね。最終的にはね、ちょっと吐いちゃったりなんかもして、力士だけに吐く方なんてね。一本、次回ドライブ。